台湾ビッグアップコンテンツ、クールディズニークールに過ごす提案3点、台湾大阪本店中村店長、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは、クールディズニーをクールに過ごす提案3点ということで、まずは1点目から早速始めてまいります。1点目がシャツのボタンホール位置にこだわっていただきたいということですね。最近はネットでの安価なオーダーシャツも増えてますので、オーダースーツは作ったことなくてもオーダーシャツはやったことあるよという方は増えてるかなと思います。で、オーダーシャツ作るときにはですね、大体皆さんまず気にされるのがネックのサイズとこの雪丈の長さで、続いてあとはバストとウエストとヒップのサイズが大体合ってれば旧大伝のシャツになってくれるんじゃないかなと思うんですけれども、クールビズ用のシャツとしてもう一つこだわっていただきたいのがダイヤルのすぐ下、第一ボタンのこの部分ですね。で、今このシャツ見ていただいたときにこの辺り特に注目いただくと、微妙にここがちょっと折れちゃってるのがわかるかなと思います。で、この折れてる感じ気になるなっていう方は、このボタンがもうちょっとだけ上に来てくれるとちょっとまっすぐになりますよね。で、逆にこのボタンの位置をもうちょっと下目に下げてあげると襟が開きやすくなって、少しさっきより開放的な表情のシャツになりました。襟の形だけじゃなくてこのボタンホールの形位置で全然見た目の感じが変わりましたよね。で、剣先の位置にもこのボタンホールの位置は影響してきますので、まあ、もし納体でジャケットを羽織った時のこの襟の収まり具合にも大きく影響してくる部分になりますんでね、納体の時の襟型っていうだけじゃなくて、それに合いそうなボタンホール位置っていうのもぜひこだわりながらオーダーシャツを作ってください。2つ目は麻のシャツを着ましょうということですね。麻の素材は、まあ、最近はシャツだけではなくてパンツとかジャケットでも徐々にこうビジネスの世界で市民権を得てきていまして、ご注文本当に着々と増えているかなと思います。で、麻の素材が何が優れているかというと、やっぱりコットンと比べると圧倒的に通気性が高くて、で、吸湿速乾性もすごく高い素材なんですね。特に吸水性に至っては、コットンの4倍と言われているので、もう汗をどんどん吸ってそのそばからどんどん乾かしてくれる、まあ、これで快適な着心地になりますよというのが麻の最大のメリットじゃないかなと思います。で、加えて麻は、濡れている時の方が強くなるという、まあ、ウールと逆の、まあ、性質を持っているので繰り返しの洗濯にも強いんですね。何でも何年も着ていった麻のシャツほど白くなっている、まあ、そういうちょっと育てる喜び的なものがあるのも、まあ、麻のメリットであり、で、加えて抗菌性も若干高いというね、汗を吸っていった結果、まあ、変な匂いが出づらいというのも、まあ、麻のメリットじゃないかなと思います。で、結果的にね、まあ、麻の素材を着たから、まあ、麻は冷感素材ではないので、まあ、それだけで涼しくなるとは言わないんですけれども、快適にはかなりしてくれるので、まあ、本当にジャケットたまに着なきゃいけないよっていう人は半袖のコットンのシャツで、まあ、その上にジャケットを着るっていうくらいであれば、もう麻の長袖のシャツで着てもらう方がね、絶対快適になりますので、まあ、細かいシワのことでどうしても気になるという方もね、一度麻のシャツ試していただければと思います。以上です。ご提案3つ目というのがこの日傘を差しましょうということです。日傘というとやっぱり女性が日焼けを防止するためにするものというイメージがやっぱ強いですけども、本当にこれ僕も今まで本当ずっとそう思ってたんですけども、この夏初めて日傘差してみてですね、本当にそのイメージガラッと変わりました。めちゃくちゃ涼しくなります。本当に日陰を携帯できるぐらいの気持ちで思ってもらってね、本当にね、単純に涼しいっていうのが体感していただけるものじゃないかなと思いますので、これ本当にしないのもったいないと思います。で、自分はいくつか日傘を試してみたんですけども、で、今特に使っているのがこの日傘ですね。で、まあ、折りたたみ傘の方が便利は便利かなと思うんですけども、ある程度ここの長さがないと、ここがあんまり近すぎるので、なんかこの辺で蒸す感じがするので、僕はこの長い傘が個人的にはおすすめかなと思います。で、日傘っていう形で探していくと、ここが黒いやつばっかり出てきちゃうんですけども、で、黒いやつの方がね、確かに UV カットの効果は高いのかもしれないんですけどね、テンションが上がらないんですよね。やっぱりせっかく持つのでちょっと気に入って持てる傘で、で、持てるいいなって思った傘に UV カット用のスプレーみたいなのかけちゃうとちゃんと日傘として機能してくれるようになるので、まあ、そういう傘でちょっといい傘を持ってお出かけするというスタイルで、ぜひこの夏やってみたいな、やっていただけたらなと思います。特にクールビズの時期はシャツとトラウザーだけですごい
あの洋服構成する要素少なくなっちゃうので、一層この日傘をですねネクタイの代わりと捉えてもらって、シャツと日傘と、まあ、パンツみたいな、この3つのアイテムでスタイル考えてみるのが面白いんじゃないかなと思います。で、本当に日傘涼しいのって思われた方、日中大阪店遊びに来ていただいたら、あの僕毎日これ差していってますので、あの試していただけますので、ぜひ一度試してもらって、ちょっとこの涼しさ体感してもらえたらなと思います。以上です。クールビズをクールに過ごす提案3点ということでご案内いたしました。皆様のご来店お待ちしております。ありがとうございました。